現いたします。ビルドビンソンの技が勝利を握るか、一方ブルーザーブロディの力がビルドビンソンの技をねじ伏せるか、両選手チャンピオンカーニバル初優勝を狙うにはどうしても落とせない今日の公式戦であります。ビルドビンソン対ブルーザーブロディ、非常に注目されます。日本ではもちろん初めての対決、アメリカ本土でもこの一戦が実現していません。さすがに全日本プロレスの春の祭典、チャンピオンカーニバル。さあビル・ロビンソンが早くもリングの中に姿を見せました。そして今怪物キングコングブルーザーブロディ、第10回チャンピオンカーニバル優勝の本命でありますブルーザーブロディが自らのレーザービームを取りまして、これよりリングで姿を見せるところ、リングの中はビル・ロビンソン。さあ今ブルーザーブロディの大きな、まさに大きな体が報道陣の目の前を通過、そして椅子を持ってゲーム体制に入りましたビル・ロビンソン。早くもリングの外で両選手が相まみえます。ブルーザーブロディの右手にはチェーンがあります。ビル・ロビンソンが一投投げます。ビル・ロビンソンが一投投げる。新しいビル・ロビンソン、ニュービル・ロビンソンは非常にマッサイパーで変身しております。両選手に今日本テレビから花束が贈られるところだったんですが、事前を察知いたしまして花束の号さんが今リングの外におりました。さあこれより本日のメインイベント、第10回チャンピオンカーニバル公式戦、30分の一本勝負、両選手の試合が始まろうとしております。どうやら中田リングアナウンサーはリングの外で両選手を紹介したようであります。今レフリーの上樋口がビル・ロビンソンから椅子を、そしてブルーザーブロディからチェーンを取ろうというところ、まさにこの注目の一戦、山田さん、いよいよ実現いたしましたね。そうですね、ロビンソンがね、スタート前からね、気が立ってますね、はい。さあ、レフリーの上樋口が今、ブルーザーブロディの右手からチェーンを取りました。右手からチェーンを取りました。ブルーザーブロディがお客さんの席に割って入りました。これは何かあったんですか？なんかね、お客さんがね、後ろからこう、引っ掛けるかなんかしたんでしょうね。なるほど。非常にこの辺は危ないですから、お客さんがどうかそういうことのないように。ブルーザーブロディをエキサイトさせないようにしてもらいたいと思います。現在ブルーザーブロディは8点が6、一方ビル・ロビンソンが8点が9となっております。さあリングの外ブルーザーブロディ、リングの中はビル・ロビンソン。今回ビル・ロビンソンがですね、ウェイトを5キロぐらいアップさせて、どうしてもこの優勝を狙うためにはこのブルーザーブロディを破らなければいけない、十分にですね考え込んできているようですね。そうですね、おそらくね、はい、まあ、ロビンソンというのは元来デフィニッションですから、まあ、このラフファイターを相手にどういう試合をしたらいいか、作戦は十二分に練っていると思いますね。今日の試合非常に危険な試合になるだろうと言っておりましたビル・ロビンソン。そのビル・ロビンソンの予想通り危険な試合になるんでしょう。ビル・ロビンソンの技がこのブルーザーブロディのパワーを粉砕する、一方ブルーザーブロディのパワーがビル・ロビンソンの技をねじ伏せるか、非常に興味が持たれます。まさにこの日本のマットでは初めての両者の対決、アメリカでもないそうですね。そうですね、しかし今あのヘッドロックにね、取りましたね。でロビンソンの顔が一瞬バーッと歪みましたよ。このパワーの凄さがねはっきり出たわけですね。ところがあのロビンソンのヘッドロックからの逃れ方もまた前ですね。両選手とも黒いタイツをつけました。サイドのヘッドロック198センチのブルーザーブロディに決めていますビル・ロビンソン。しかしこうやってみますとブルーザーブロディがいかに大きいか分かります。ビル・ロビンソンも191センチあります。まさにブロディ台風が春を迎えました日本列島に吹き荒れた感じ。体当たり、体当たり、ビル・ロビンソン、ブルーザーブロディ、ジャンプ1番。さあ、キックを見せました。ライムメイヤー、ビル・ロビンソンの攻撃。しかし、ロビンソンがね、はい、逆に今度ヘッドロックに取って、3回ほど揺さぶりかけましたがね、ちょっとブロディがまだ効いてないっていうような表情ですね。それから立ち上がりブルーザーブロディが冷静に試合をしているなというそんな感じもありますね。ありますね。
まあ、今回の第10回チャンピオンカーニバル、非常に自信にあふれた表情で初優勝宣言いたしましたブルーザーブロディ。一方ビル・ロビンソンは格調高く初優勝宣言いたしました。ビル・ロビンソン、自分の持てる力をダシックスポーツマンシップにのっとって優勝を狙うというふうに言っております。両選手とも初優勝を狙うためにはどうしてもこの一戦落とせません。強烈なブルーザーブロディのストンピング攻撃、ビル・ロビンソンがのた打ち回ります。そしてボディースラム軽々とビル・ロビンソンが投げます。まだビル・ロビンソンの技らしい技は見られません。場外に持って行こうとするところ、トップロープに顔面が当たりました。そしてモンドリー打ってアクションが2つほどありまして、ビル・ロビンソンがリングの外であります。さあ場外戦になりますとビル・ロビンソンは不利じゃないですか。そうですね、やっぱりね、あのブロディの方がね、今あらゆる面で押してますね。昨年のプルの最強タッグ決定リーグ戦、ジミー・シュヌーカーとタッグを組んで優勝を果たしてから非常にこのブルーザーブロディは自信を掴んでおります。ビル・ロビンソンに攻撃を加える、あっとそのままボディスラム、ドシンという鈍い音、ビル・ロビンソン立ち上がることができない。ブルーザーブロディが余裕を持って試合を展開しております。倒れました。ビル・ロビンソンの表情、もうリングの余裕を持ってブルーザーブロディが待ち構えるストンピング、ストンピングです。ビル・ロビンソンとしてはこういった場外での戦いは避けなければいけませんね。そうですね、完全に今のところね、あのブロディペースに放ってますね、はい、なかなかリングの中に入ることができません。ビル・ロビンソンです。チャンピオンカーニバル、今回は初参加、そして初制覇を狙います。人間風車のビル・ロビンソン、今日の見どころはビル・ロビンソンの人間風車がブルーザーブロディの巨体を放り投げるか、こういったところにも見どころが持たれましたが、どういった試合になるんでしょうか。まだ序盤戦であります。ビル・ロビンソンもロープに飛ばしたブルーザーブロディのドロップキック、キングコングが宙を飛び出したブルーザーブロディのドロップキック、いやー豪快ですね。全くね、ブロディ今のところ余裕たっぷりですよ、はい、非常に冷静に試合を進めていますブルーザーブロディ。一方ビル・ロビンソン、なかなかリングの中で自分のテクニックを発揮できません。まあ、新しいプロレスの波が台頭してきているというふうに言われるんですけれども、まさにブルーザーブロディのですね、この波誰にでも止めることができないんでしょうかね。いやー、それもね、楽しいパワーですよね、はい、余裕を持ってブルーザーブロディが試合を進めています。まだビル・ロビンソンは倒れたまま、立ち上がれません、まあ、ベテランのビル・ロビンソンとしてはですね、後から追っかけてくるブルーザーブロディ、出る釘をこの辺で打たなければいけないんですかね。そうですね、もう優勝を狙うためにはね、絶対突破しなければならない難関ですね、はい、ブルーザーブロディの手刀です。そしてサイドスープレックス、キングコングを放り投げるか、投げられない。ビル・ロビンソン、サイドスープレックスを投げられません。ブルーザーブロディのものすごい破壊力のある攻撃、コーナーマットに打ちつけました。ブルーザーブロディの今度は顔面かきむしり、パワフルなダッシュ攻撃、ブルーザーブロディ、ブルーザーブロディの攻撃、はい、今ね、ダウジングにしても非常にやり方がね、巧みですし、自分のパワーというのをうまく生かしてますね、はい。まあ、ビル・ロビンソンもですね、超ベテランの一人なんですけれども、そのベテランのイブシギンのレスリングセンス、あるいはテクニック発揮するタイミングがないですね、全くないですね、今のところも完全に押されっぱなしということですね、はい。しかしあのビル・ロビンソン、だけにですね、このまま終わるとは思われません。冷静に試合を進めてもらいたいビル・ロビンソン。ビル・ロビンソンがリングの外に出ますと、ブルーザーブロディが後を追いかけます。今ビル・ロビンソンがリングの中に戻ってまいりました。ブルーザーブロディが攻撃加わり、さあタイミング上がって、エルボースパッシュ、ビル・ロビンソン今度はエルボー攻撃、そしてサイドスープレックス、キングコングを放り投げ、ビル・ロビンソン大技を見せました。カバーに行った、キングコング、ブルーザーブロディからピンホールを奪えるか。
さあダブルアームスープレックスを見せることができるかどうか。このヘッドブルーザーブロディよく見ています。トーキックで仕返し、アロケンはビル・ロビンソンショルダースルビー持っていきたいところだったんですが、そうはさせません。ブルーザーブロディ非常にね、あの一見狂乱ファンというのも見えますけど、落ち着いてますね。ワンハンドバックブリーカー、天下の宝刀でした。自分の膝相当痛めたようですよ。相手はキングコング、ブルーザーブロディカバー立派の払い乗せました。ちょっと危なかったがブルーザーブロディ、今のワンハンドバックブリーカー、ダメージとしてはですね、攻撃を仕掛けたビル・ロビンソンの方が痛がってますね。なんか膝をねちょっと痛がってますね。さあフェントモーションからエルボースマッシュ、キングコングブルーザーブロディがロープの外、ロープの外であります。そして攻撃を加えます。ブルーザーブロディ試合の流れをロープの外、キングの外で行っております。バックに入ります。ボディースラム、ビル・ロビンソンのボディースラム、これはブルーザーブロディたまりません。今ビル・ロビンソンがリングの中に戻ってまいりました。ビル・ロビンソンがリングの中に戻ってまいりました。背中がちょっとかなり危ない体勢に入ってまいりましたが、これはフェントです。これはフェント、ブルーザーブロディが攻撃を加えようとするところ、フェントモーション。さあ今度はフロントのスープレックスに行くか。両選手もつらいながらトップロープを越えました。もつらいながらトップロープを越えました。今日の公式戦再三開始、両選手がリングの外であります。両選手がリングの外、ブルーザーブロディに攻撃を加えます。ビル・ロビンソン、この辺でベテランのビル・ロビンソンがちょっとリズムを掴んでまいりましたね。そうですね、非常にあの自分のペースを出してきました。本拠席の机をリングの中に入れました。ブルーザーブロディ、この机を掴んだビル・ロビンソン、どうしたこの机を今日に使おうというんでしょうか。これを赤コーナーに立てかけました。ブルーザーブロディが机を赤コーナーに立てる。そしてビル・ロビンソンの対角線上に机に向かって放り投げました。あーっと鈍い音、鈍い音、机が壊れたでしょうか。さあでもあっと体当たり、体当たり、これは自爆。ブルーザーブロディ体当たり、これは自爆であります。一瞬の隙をついて、さすがにベテランビル・ロビンソン、ブルーザーブロディの動きを見せました。さすがにビル・ロビンソンと言えますね。そうですね、非常にあそこでね体をかわした、はい、これはいい作戦だったですね。ビル・ロビンソン体をかわしました。ブルーザーブロディの自爆を誘っております。ビル・ロビンソンに攻撃を加える、ビル・ロビンソンに攻撃を加える。青い鉄柱にビル・ロビンソンを持っていきました。ブルーザーブロディが暴れております。ブルーザーブロディが暴れている。さあビル・ロビンソンのダメージはどうか。椅子を持って、椅子を持って背中に攻撃を加えます。ブルーザーブロディとビル・ロビンソン、放送席の目の前だ、放送席の目の前であります。今度はブルーザーブロディの髪の毛を掴んで、ビル・ロビンソンが一番公園隊さんのこれは壁に打ち付けました。ビル・ロビンソンの攻撃であります。さあ今本部席ではゴングがランドされてますね。どういった判定が下るんでしょうか。どういった判定が下るんでしょうか。今中田リングアナウンサーがコールをしておりますけれども、千葉公園体育館もう本当に大変に暴れまくっています。ブルーザーブロディであります。リングの中はビル・ロビンソンであります。ブルーザーブロディが暴れまくっている。ベースリーはゴングが乱打されましたけれども、山田さんどういった判定になったんでしょうかね。おそらくこれはもう両者リングアウトですね。なるほど、両者リングアウトという正式な判定が下ったようでありますけれども、ブルーザーブロディとしては山田さん、開幕戦のジャンボ君との一戦が両者リングアウト無得点試合になりましただけに、ブルーザーブロディこれで2つ目のリングアウト無得点試合ですね。0点試合ということもね、これはもう V を狙うブルーザーブロディが大変に痛いですね、はい、で逆に今日のロビンソン、はい、やっぱりベテランの意地を見せつけたという感じですね、はい、立ち上がりはさすがにロビンソン、ブロディのパワーに圧倒されましたが、最終的にはベテランの味を見せました。試合の方はブロディ・ロビンソン、非常に注目された公式戦は両選手リングアウト引き分けということになって無得点試合であります。今日の大会終わったところで天竜が勝ち点13で単独首位、馬場が勝ち点6、スミノルスが勝ち点8、ジャンボ鶴田が勝ち点8、セットデリアスが勝ち点6、ブロディが勝ち点6変わらず、ロビンソンが勝ち点9で変わりません。来週は中盤戦、新潟大会より馬場対ストンパー、ブロディ対ストンガ戦、ロビンソン対天竜戦を中心にお送りしてまいります。今日の解説は東京スポーツ新聞社山田隆さんでございました。どうもありがとうございました。どうも。